この先頭2名から、今追走している1名ディーニファンティーノ選手がいるんですけど、グレダボーレ選手がおそらく 3番手を走っているのかなと、はい、さあはいそうです、橋を越えて、はい、また下って TOJ コーナーで水神橋からいよいよゴールの前直線約 1.5 キロあるんですけど、はい、姿がワクワクドキドキしてきましたね、はい、やっとで今日昨日は、ね、前を通過していく選手を毎回見れたんですが、今回はモニター越しにずっと選手を応援してきてたので、この後選手が帰ってくるこのフィニッシュ目の前でしっかりとお伝えしていきたいと思います。今ここは画面切り替わりましたね。クリスさん、今のこの逃げてる2人の総合の、はい、成績なんですけど、はい、デネグリ選手がですね今15秒、トップから、遅れて個人総合で時間ですね、で、はい、トマルバ選手が21秒遅れてますので、はい、このまま2人がゴールを来て、はい、まあ、おそらくデネグリ選手が勝つと思いますけど、はい、で、まあ、またボーナスタイムをつきますので、おそらく今日この南信州ステージが終わった時点での個人総合時間は、はい、おそらくデネグリ選手が、はい、ドラパックのウィリアムズ選手からグリーンジャージを奪うという可能性が今非常に、はい、高いですね。本当に毎日毎日のレースが目まぐるしくこう変わっていく。今3番手のグリーンファンティーニ、はい、グレダボーレ選手が、はい、通過しましたけど、ちょっと先頭には追いつきそうにはもうないですね。ビーストアンカーの清水選手が、TOJ コーナーへ向かっているところですね。
先頭2名が周回コースから、ゴールへ向かって今水神橋に入りました。先頭のデネグリ、ビニファンティニッポ、で2番手を走っているのがブイストアンカーのトマルバ選手。チアリさん聞こえますか。はい、もう先頭間もなく最後の直線入ってきますよ。今ですねクリスはですね、はい、今水神橋を渡り切りました。はい、さあもうちょっとでじゃあ帰ってきますね。今ですね、はい、今フィニッシュテープの真下にいるんですけれども、右に曲がって、はい、直線ゴール手前あと 1.5 キロです。さあバイクのライトが見えました。遠くに見えてますか。来ますよ来ますよ。さてさあラスト1キロ通過です。後ろはもう見えません。さあトップはモニター越しにはどっちですか。ちょっと今画面が小さいんで、トマルバ選手が今先頭ですね。トマルバ選手が先頭、そしてその後ろにビニファンティーニのデネグリ選手というところでしょうか。はい、そうです。さあ、以前前トマルバ選手、トマルバ選手がもう快走って感じですね。じゃあね、さあいよいよ残り 500m ぐらいでしょうか。デネグリ選手は、飛び出すタイミングを見てますね。さあ選手が見えてきました。肉眼でも選手が見えてきました。はい、今デネグリ選手が、はい、スプリント入りました。さあ来ました来ました。さあデネグリ選手がゴール。南信州ステージ連覇です。さあ続いて、まあ、今ゴールした2人なんですけど、はい、まあ、お互いに目的はこれで達成というところでしょうね。さあこの後3番手は大石さん、どなたが、はい、今3番手はですね、はい、ビニファンティーの、これはボーレ選手、グレガ・ボーレ選手ですね。さあボーレ選手が姿が見えましたね。さあベニファンティーニ、やはりチームでのポイントにということですね。さあでどうやら Congratulations! 日本人で、最初にゴールラインに来そうな、あ、今見えましたけどブリストアンカーの清水選手のようです。ですから1,2,3,4,5,6 今6位集団ですね。さあと今4番手争いの2人が間もなくハイゴールです。続々と選手が来ています。右京のトリビオ選手が先頭ですね。さあ競ってる競ってる。アバンティのいけ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 、エキセール選手、エキセール選手が、4位に、ビセンテトリビオ選手が5位、あ、そう、宮田が選手とボルテー選手ですね。さあまた来ましたね。日本人ではトップになります。今十数人の集団が、ゴーゴー、最後の力を振り絞って選手の皆さん走ってくると思うんですけれども、もうこの全力で走ってくる時の選手の心境ってどんな感じですか。いやもうゴールが見えて多分皆さんホッとしてると思います。もうそこに向かってじゃあもうダッシュ、そんな感じなんでしょうか。そうですね、
これは今、ね、はい、山岳ポイントを通過する、大きなグルペット集団ですね。先頭はポッツァート選手がどうやら、はい、この集団を仕切っているようです。今ゴールしたのはブリストアンカーの内間選手が4分57秒遅れ、9位ですね。さあ大きな集団が来ました。皆さんフェンス気をつけてくださいね。今10位集団が、17位のマトリックスパワータグベンジャミン・プラト選手、18位に、ブリッツェンの増田選手が、来ました。今ゴールした中で、総合有力選手、富士山の小瀬尾選手というのは、チーム右京のトリビオ選手、8位に入った、タブリーズのトルセイ選手があたりが有力だと思いますね。選手とトルセイエ富士山例えさせていただきましたけど、今日は相撲のかい、ね、例え方があったのでまた一つ成長できたなと思います。この2日間本当に本当にどうもありがとうございました。ありがとうございました。解説は大石和夫さん、そして実況は私クリステリチュアリで、今日の第3ステージ飯田南信州ですねステージを解説終わらせていただきたいと思います。まだまだ選手の皆さんはゴールへと向かっておりますので、どうぞ最後まで皆さん応援していただきたいと思います。そうですね、温かい声援で迎えてあげてください。よろしくお願いします。ね、まだまだ雨が降ったり止んだりですので、体をしっかりと皆さん温めて今日は夜ゆっくりとお休みください。長い間ありがとうございました。失礼いたします。ありがとうございました。大変もろくなっておりますので、フェンスに手をかけないようお願いいたします。
第3ステージ南信州区間賞第1位はウィーニファンティーニ日報ピエール・パオロ・デネグリ選手です。さあ、それではまずはお花をいただきたいと思いますけれども、デネグリ選手に贈られるのはですね、下久方まちづくり委員会会長地区和彦様より花束そして副賞をお願いいたします。さあ、その飯田水引きをこれインなんですけれども、古くから全国一の産地で、Can you stamp one more? Okay, thank you. さあ、生産されています。直径が約30センチの王冠月桂樹をイメージした緑色の大きな葉っぱが中央に配置されています。自転車もすべて水引きで作られています。ありがとうございます。プレゼント、another present for you。 続きまして JA 南信州キノコ部会副部会長の宮下正幸様より副賞として南信州特産のキノコセット Lots of mushrooms for you to take back おめでとうございます。 Alright, and some more for you。 菊水酒造様より常務取締役加藤昇様より飯田の地酒菊水が贈られます。 Good Japanese sake for you。 おめでとうございます。 And you still get to stay here Sorry。 さあ、それでは続きまして個人総合時間賞の発表です。昨日、おとといは第1、第2ステージはドラパックのウィリアム・ケン、クラーク選手に渡ったグリーンジャージ、今日はここにいますウィーニファンティーニ日報ピエール・デネグリ選手に贈られます。グリーンジャージー for you。 さあ、それでは、牧野光雄飯田市長より緑のリーダージャージ花束そして副賞をいただきたいと思います。さあ、飯田水引き協同組合様よりもですね、この水引き専用王冠、先ほどもかぶってました王冠、また贈られます。まずはジャージをしっかりと着て、市長からお花が贈られます。 And the crown for you again。それでは、can you step one forward? 市長と一緒に、big smile! ありがとうございます。OK, may I ask you a few questions? じゃあ、イタリア語で答えてくださるので、私、イタリア語がさっぱり、ちょっとだけしかわからないので、はい、いろいろと質問していきたいと思いますが、さあ、そう、それではですね、So how was the race? It must have been tough。 とっても難しいレースだったと思うんですけれども、いかがでしたでしょうか。 そうですね、このレース昨年も非常に難しい、タフなレースだったんですけども、今日は雨のためにより難しいレースに、なりました。まあ、その雨がありましたので、選手たちもかなり、疲れましたし、そのために、終盤ではもう2人だけ残るような展開になりました。さあ、昨年もここを勝ちました。そして今年また制しました。雨とても大変だったということですけれども、一番どのポイントが大変だったのか。 Which was the difficult, most difficult part?
difficoltà principale è stata la salita che c'è all'inizio del percorso e poi la discesa con l'acqua è stata un po' difficile, diciamo pericolosa. そうですね、コースの始めにあります上り、これは非常に難しいところでしたけども、それから雨の中での下り、当然これは非常に危険な展開になりますので、このあたり苦労しました。さあ、それではこのね、最後までこのエネルギーを保ったまま、下り難しいポイントもたくさんあった中で、ルバ選手と2人で最後はこうペースを作りながら、ゴールに向かってきたと思うんですけれども、最後までのこう保つモチベーションは何だったんでしょうか。Beh, sicuramente noi qua in Giappone ci teniamo a fare bene. Abbiamo una squadra fortissima con Grega Bole e Bisolti scalatore. Quindi noi eravamo molto motivati oggi a fare bene. E quando è scalato Tomas, sapevo che lui va bene in salita e ho cercato di fare tre giri con lui insieme, collaborando per arrivare allo sprint perché io sono veloce.そうですね、まあ、自分たちは日本でも強豪チームの一つでありますので、この日本のレースで、いい活躍をするというのは非常に、そのあたりにこだわりを持ってやっています、うちのチームにはビソルティ選手以下優秀な選手もいますので、それらの選手といい結果を求めてやってきました、今回一緒に最後一緒に走ることになったトマ選手、まあ、上りが強い選手ですので、まあ、彼になんとか上りのところでラスト3周あたりから食らいついて、はい、で最後は自分の得意なスプリント勝負に持っていきたいなと、そのように考えていました、最後のスプリントが本当に早かった、さあ、そしてそれではもう、ね、疲れてらっしゃるので最後の質問にしたいと思うんですが、 Last question for you、明日一日あって富士山です。去年の富士山、ね、得意なポイントではないと思うんですけれども、タイム差をつけながら今回上がってきたと思います。さあ、どうやってこのグリーンジャージキープするために頑張れるか、富士山の攻略ポイントをお聞きいただけますでしょうか。Sicuramente la maglia verde, la maglia di leader, dà una motivazione ancora in più. Siamo qui per onorare questo giro, anche se non sono uno scalatore puro, io cercherò di andare a tutta per cercare di perdere il meno tempo possibile.そうですね、今回、まあ、グリーンジャージリーダージャージを得れたということは、まあ、自分にとって非常にいいモチベーションになりますし、まあ、自分は、クライマーというタイプの選手ではありませんけども、もう、富士山のステージ全力で走って、できるだけこのタイム差を守れるようにやっていきたいなと思います、はい、頑張ってくださいって言った用語で何て言うんですか。インボカアンルポ。ありがとうございます。 Thank you very much. And we have to give you two more gifts. I forgot, so can you...One more minute, please. Thank you. さあ、それではですね、ちょっと私またやらかしてしまいました。商品を1枚多く紙をめくって先にインタビューしたかったんですね。なので、ちょっと税込させてしまって申し訳ございません。 JA 南信州きのこ部会の副部会長宮下様よりきのこのプレゼントです。はい、ありがとうございます。さあ、そして菊水酒造株式会社常務取締役加藤昇様より飯田の地酒お願いいたします。はい、ありがとうございました。 Thank you very much. Rest well. Thank you very much. さあ、なんか一個やらかさんと表彰式終われないみたいでね、前後してしまいまして失礼いたしました。さあ、それではポイント賞の発表でございます。ポイント賞第1位はこちらもビーニファンティーノ日報です。グレガ・ボーレ選手です。さあ、それではですね、飯田観光協会副会長北原育様より青のリーダージャージ、花束、そして副賞を、飯田水引協同組合様より水引西洋館が贈られます。
Congratulations and another crown for you. それではご一緒にお写真を撮っていただきたいと思います。ありがとうございます。さあ続きまして、We have some more for you. JA 南信州キノコ部会副会長宮下正幸様より副賞として南信州特産のキノコセットを贈られます。はい。さあそして続きまして菊水酒造株式会社常務取締役加藤昇様より飯田の地酒です。菊水が贈られます。はい、 congratulations. So before you go, can I ask you a few questions because you're up here and you are the point leader now. How do you feel right nowYeah, now I feel a little tired, but it's okay now. After hard stage with a lot of rain, so it's normal that I feel tired. You look very tired. Are you alright? Yeah, I'm okay. とても静かな方ですね。どうでしたかって言ったら、もう大変なレースの後だからとっても嬉しいということでした。What do you want to do now? 今何したいか聞いてみたいと思います。これいつも聞くんですね。自転車と関係ない質問です。Not anything about bicycle. I'm sure you're tired. What do you want to do now? Now, I go first to the shower and then go to the bed. 最初もう今はもうとにかくさっさと風呂に入ってベッドで横になりたいと。Of course, you must be tired. Well, you have to rest well. Thank you very much and congratulations. Thank you very much. さあ、トマスラン。ね、ウォーレ選手に大きな拍手をお願いします。さあ、いろんな副賞がありますから、まずはもう本当にしんどそうやなという感じでした、ね、ウォーレ選手ありがとうございました。さあ続きましては来ましたよ、山岳賞でございます。山岳賞第1位は OCBC シンガポールコンティネンタルサイクリングチームトマス・ラボー選手です。Thank you very much for coming up. First, you will get some flowers and presents. さあ、それではですね、飯田市議会議長林浩二様より赤のリーダージャージ、花束、そして副賞として飯田水引協同組合様よりいただきました水引清涼館が贈られます。Okay, so if you can step one forward ahead and take the, 一緒にお写真をお願いいたします。With a big smile, please. Okay, ありがとうございます。And some more gift for you to go. さあ、続きましては JA 南信州キノコ部会副部会長の宮下様より南信州特産のキノコセットです。ありがとうございます。続きまして菊水酒造株式会社常務取締役加藤昇様より副賞として飯田の地酒菊水が贈られます。Thank you very much. Okay, so if you want to step a little bit more so we can all see your face andWe'll take great pictures. All right, so can I ask you a few questions? I'm sure you're tired, but of course, thank you very much. So how do you feel right now? Very, very tired. It was a really hard day in the rain, but I'm glad we are home now. もう本当にもうめっちゃ疲れて、今どんな気分ですか？めっちゃ疲れた。でも本当に帰ってこれてよかった。You look very tired. I'm getting tired too. No, just kidding. All right, well...Today you get the points for the mountain part. Now, tomorrow you'll have to rest and you will move to Fujisan. Now, Fujisan is a big climbing mountain again. How is that going to be for you? Oh, that's going to be a hard day because the GC contenders are going to race there. So my goal is to be in the break in the Izu stage and hopefully
take home the KOM jersey for OCBC Singapore。さあ富士山のステージはどうですかねという話をしたらとっても難しくなりますので、まずは伊豆に向けて頑張ることとそしてちゃんとこのジャージをキープして持って帰ることだということでした。 All right. またじゃあね例の何がしたいか聞いてみたいと思います。 Like I asked you had such a long day today. What do you want to do now? Oh, I want to go to the public bath in the hotel.ホテルの大浴場に行きたい。 Of course, thank you very much. Release, you can go ahead. Thank you very much. さあ、OCBC シンガポールコンチネンタルサイクリングチーム、トマツナボー選手でした。大きな拍手お願いします。Thank you very much. Rest well. さあ、それでは最後でございます。新人賞の発表手と移りたいと思います。新人賞第1位はアワンティレーシングチームジャック・ベッキンセール選手です。 Congratulations! Welcome up. First you'll have some presents. There you go. さあそれではですね下伊那地方事務所所長アルガ・ヒデトシ様より白のリーダージャージ花束そして副賞が贈られます。さあ水引き王冠水引き協同組合様より水引き西王冠もいただきました。そしてステージにはアルクマくんが来ていますね。長野県の観光 PR キャラクターアルクマくんです。Okay, so, じゃあみんなでせっかくなので写真撮りましょう。 Can we take pictures with Arukuma? はい。 Can you step one forward? Arukuma くん一歩前に出れるかな？大丈夫かな？さあ、Arukumaはですね、信州だけに生息する大変珍しいクマでして、寒がりでいつも頭に被り物をつけているそうです。旅好きな信州をクマが歩き回り、信州の魅力を世の中にクマなく広めるのが、生きがいというクマなんですね。はい、ありがとうございました。Thank you very much. Okay, you can see someone. Okay, so you have more presents that we can give it to him. Sorry, you're tired. Two more minutes.では続きまして JA 南信州キノコ部会、副部会長宮下正幸様より副賞として南信州特産キノコセットマッシュルーム for you。 さあそして菊水酒造株式会社常務取締役加藤昇様より副賞として飯田の地酒が菊水贈られます。Now, today was your day. Thank you. So today was your day. 今日はね、いい一日だったと思います。Now you have the white jersey. How do you feel? Yeah, pretty happy. It was a pretty hard day out there, but it all paid off. すごくすごく難しい大変な一日だったけれども、もうそれ報われたよということでしたね。So, you were up on third place. Must have been hard to keep up. How was it? The boys were out the front, they were riding really strong and they had the legs at the end of the day and I just pushed on to get to the finish. 最後までね、最後すごくやっぱそのままずっとキープして大変だったんじゃないですかということで、じゃあ最後まで足が持ったので最後はプッシュできたよということです。 Well, at the end, pushed. How did you maintain to keep your leg this morning? Sorry, what?Just keep going, get to the finish, and I mean the weather made it a bit of a challenge, but it was the same for everyone, so it made it interesting and a good hard day. まあ、秘訣は何だったんですか？そのキープするって言ったら、もうみんな同じ状態でとてもハードだったので、とにかく前に進むだけ、大変だったけど前に進むだけだったんだということでした。 All right, well, now you have the white jersey. You want to keep it, of course, right?Yeah, I'd like to, so I don't know, we'll try and keep it for
the rest of the tour. So, how are you going to race in Fujidan? Oh, well, I think that's every man for himself, really. But, yeah, we'll have to have good recovery tonight and tomorrow, and then hopefully feel good on the day. All right. ね、この白いジャージをしっかりとキープしたいですよねって言ったら、もちろん最後のツアーまで、ツアーの東京までキープしたいと。じゃあそれに富士山どうやって攻略しましょうかということでしたけれども、僕だけが決めることじゃないんだけど、真面目ちゃんなんですね。僕だけが決めることじゃないんだけれども、しっかりと、もうとにかくやることをやって前に出ていくだけなんだということでした。 Well, thank you very much. Congratulations and please rest well.ね、ゆっくり休んでいただいて、しっかりと、あ、you can take it off, thank you, and you'll pass it to him、ね、しっかりと体を休めて、足をまた戻してもらってですね、富士山に備えていただきたいと思います。もう一度大きな拍手お願いします。 Congratulations! さあ、これで、ね、全てのジャージ、そしてプレゼント